どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。はい。今回は、サザンオールスターズやります。もうガズレレではサザンオールスターズの曲、めちゃくちゃいっぱいやってんですけど、またどんどんいきますよ。サザンとウクレレは合いますからね。はい。今回の曲は、バイバイマイラブ。ちょっと懐かしめの曲ですけど、これをこの小さいウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにした初心者簡単バージョン。はい。後半はちょっとね、独特のかっこいいリズム、やっぱビートを聞かしたかっこいいバージョン、2バージョン最後までご覧になってください。さあ、皆さん大好きな曲、思い出の曲、思い入れのある曲、いつも聴いてる曲を今度は自分で弾きながら歌う弾き語り、ぜひ始めてみませんか。これ本当に楽しいんです。とはいえね、皆さんね、音楽苦手だわ、聞くのはいいけどやるのはもう無理なのとかいう方、ウクレレさんが助けてくれますよ。このウクレレっていうのはね、簡単なんですよ。弦も4本しかないし、簡単なんですけど、ものすごく奥も深くてですね、始めたらわかりますけど、まあもう本当にすぐできるくせに、こうやってみると、こう次から次へとこう面白いことが出てくるんで、ずっと共に行くパートナーになると思います。ぜひウクレレ皆さん始めてください。今ご覧になってるガズレレ YouTube を見てるだけで、あれ私できちゃったんじゃん、相手すぐできるようになると思いますからね。もうちょっとしたらここにリンクありますけど、そのリンク先の初心者レッスンはここというところにピョンとジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画を見ながらウクレレ弾いてるだけでどんどんできるようになります。これはもうね、本当に楽しいですから。はい。ぜひ始めてください。で、 YouTube ですからね、いつでもどこでもスマホでも見られて、しかも無料。無料っつうのはいいじゃないですか。気楽に始めましょう。じゃあ、ここにリンクありますよ。初心者レッスン、ここ行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこには私が今まで取りためたありとあらゆる音楽ジャンルがもう700曲ぐらいのありとあらゆる音楽がウクレレレッスン動画として、超簡単ウクレレレッスン動画としてもうアップロードされております。ぜひ皆さん他にもね、お気に入りの曲を探してください。ここのさっきのリンクの先の方に行くと、検索できたりジャンルボックスから探せるようになっています。J-POP、最新 J-POP から夏メロから昭和歌謡曲から洋楽からハワイアンからアニメソングから映画の曲からもう何でもありますから、探してやってみましょう。さあ、早速行きましょう。バイバイマイラブ。サザンオールスターズですけど、ガズレレ流ショートカットバージョンで簡単アレンジですからね。はい。じゃあ、バイバイマイラブ初心者簡単バージョンやってみます。ワン、ツー。Oh, no, you're
バイバイマイラブガズレレ流超シンプル簡単バージョンやってみました。お聞きいただいて分かったと思うんですけど、ものすごいショートカットにしてます。で、原曲すぐな、まあ、結構長いんですよね。もう3番も4番ぐらいまであるのかな、5番かな。で、今のはもう本当にすごく短いバージョンなんですけど、フルでやりたい方、こう、歌詞をね、書き足してコード進行は一緒ですんでね、ちょっとやってみてください。で、動画のテロップと合わせてできるようになったら、今度は自分でノートに書いてそれを見ながらやる。これをおすすめします。で、私のノートをパッ見せておきます。はい、ここからイントロから始まります。シンプルですけど、ワンブロックにコードが2個ずつ入ってくるんで結構忙しいです、思ったよりね。はい、この一時停止でメモっといてください。テロップと見合わせていただいてもいいんですけど、はい、なんか参考になればということで、はい。で、ここがサビですね、サビ。ここはですね、ちょっとここに2行書いてあるんですけど、1番目は下、2回目はここ、3回目も下みたいな感じで、多分この辺はね、分かると思います。これサビ繰り返しなので、コード進行してて、ここの行だけちょっと変わります、歌詞がね。そんな感じでございます。ここのね、言葉と裏腹にと、ここのとこ、今簡単、シンプル簡単バージョンは Dm 使ったんですけど、ここ。ここかっこいいバージョンで下に書いてある A シャープってコードに置き換えます。これの方がかっこいいんですけどね。ちょっと初心者の方は A シャープちょっと難しいんで、ここでやってますということで。で、もう一回ここでサビに戻って、サビここを2回繰り返すんですけどね。その時にこの上やって、その後下やって、最後、Oh yeah! Bye bye my love! ってこう最後終わるという、イントロのフレーズやって終わるという感じです。じゃあちょっとコード見ていきましょうか。はい。いきますよ。C、A マイナー、F、D マイナー、G7、E7。これがね、D シャープが、これね、D シャープ、ここに出てくるんです。これはちょっと難しいですね。ちょっと、この D シャープ以外は、この6個はシンプル簡単コードです。これは入門コードで、ガゼレレダーも超ド定番コード。これです。ドン。ガゼレレ必須コード、必須って書いてある。必ず覚えておいた方がいいですよ、というコードで。コードというのは星の数ほどあって、全部覚えようと思っても、まあ、ほぼほぼ不可能なんですよ。本当に星の数ほどありますから。で、じゃあどうしようということなんですけども、このウクレレで音楽を始めようかなと思った方、ウクレレにとってです。ウクレレにとってものすごく便利なコードが、グループがあります。8個あります。それをガゼレレ必須コードと私は名付けておりまして、これをまず最初に覚えましょう。で、8個もあるのかと思うけど、本当に簡単コードなんですよ。でも1個に、一気に8個覚えるのはちょっとコツがいるんで、それを私が以前解説している動画をここに貼っておきます。ここでこのコードを覚えてください。じゃあ今日はね、そこで、ちょっと今日難しいコードをここからやります。D シャープってなかなか出てこないコードが、ここの言葉と裏腹に最後のところで出てくるんですよ。D シャープ、これね。はい、やってみましょう。押さえる場所。ここと、ここと、ここ。ここ、ここ、ここ。なんで、こんな感じですかね。こんな感じ。こんな感じ。はい、これ D シャープですね。はい。で、さっきも言ったんですけど、じゃあ、こっからかっこいいバージョンに入りますね。かっこいいバージョンでは、さっき D マイナーでやったところ、A シャープというコードに置き換えたいと思います。A シャープ。これですね。これはね、ちょっとコツがいります。押さえる場所は、ここと、ここと、ここと、ここなんですね。なんで、こう、人差し指二つ寝かして、こうやって、こう、角度見てください。この指の、ギュッとしなってるでしょ、ここ。このぐらい寝らして、ちょいちょいとこう立てて。っていうパターンがいいこと。あとは、慣れてる方は、制覇とかバレーとかより、こうやって人差し指押さえちゃって、ここを押すという。ここ、ここ、ここ。これ A シャープ。これで、B メロの、ブリッジパートのところの、コードはこれ出てきますということですね。はい。で、曲の中のメインのリズムなんですけど、これはね、結構今日はね、難しいですよ。16ビートです、やっぱり。バシバシの16ビートなんですけど、16ビートのチャというリズムでやります。ちょっと聞いてくださいね。こんな感じ。じゃん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 。これ16ビートのチャというふうにガズレレでは言ってる弾き方なんですけど、それプラスちょっと A メロね。華やかな女が通る。わかった？で、今回リズムのこの16ビートのチャの、チャの位置が変わるんです。普通の16ビートのチャ C を押さえますと、チャッチ、チャッチ、チャッでしょ。これはね、このバイバイラブ、バイバイマイラブの前半部分は、ジャンジャカジャカジャカジャンジャカパクチカ、ジャンジャカジャカジャカジャンジャカパク。こういう感じになります。どんな感じか。華やかな女が通る、幻の聖火チャン、ドン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 パン。こんな風に、チャの位置が半分になったりするんですよ。これは結構ね、脳トレというか引っ張られちゃいますから、歌がね。その中で歌を歌うという、このなんていうかこう脳トレ的な要素がまたたまんないやつですけれども、はい。この2パターン、16ビートルチャで、
リズム、チャの位置が変わるってことをよく覚えておきます。で、一応16ビートのチャ、ここに貼っときます。これはですね、ウクレレできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャという動画で、まず基本をそこでマスターしてください。しかしながら、まるでやったことない方は、まず8ビートから始まって、8ビートのチャをやって、16ビートマスターしてという階段になってますからね。いきなり16ビートのチャは、まあ、無理ですんで。8ビートの基本から、やっていってください。はい。そういう感じ、こう、茶の位置が変わったり、こう、リズムがね、ちょっと独特なんですけれども、やっぱりサザンオールスターズならではのこの感じ、ウクレレと、これから来る夏に向けて、やっぱこれは歌いたいですね、皆さん。はい。そんなこと、心を込めてね、かっこいいバージョン、やってみたいと思います。ガズレレ版、かっこいいバージョン、バイバイ、バイバイ、マイラブ、やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。でん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 Every night and day 一人きり君は Too many days Oh, my dear one 忘られぬ物語 Oh, いいことだよね You are the world You are the love You are the world あのか遠くに On the valley 今なお My Love ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。16ビートのチャ、ただでさこれだけで難しいのにアクセントの位置が変わるっていうのはまたなかなかもう大盛りですけれども、まあ夏に向けてサザンオールスターズを思いっきり歌っていきましょう。ウクレレ楽しいなという方、周りの方にねどんどん教えていただいてください。この楽しさをね、あれ、YouTube 今ご覧になっているガズレレ YouTube も、ご活用ください。チャンネル登録もぜひお願いいたします。ガズレレです。いろんなことやってるんです。本出したりイベントやったり、ちょっとこの後最新情報をお伝えしますので、お時間ある方はご覧になってください。今日は見てくれてどうもありがとうございました。またお会いしましょう。それでは最新情報どうぞ。はい、ガズレレホームページをまずご覧になっていただくと、ガズレドットコムいろんなことがわかります。ここにリンク貼っておきますのでご覧になってください。で、千人ガズレレという大イベントがこの間も終了しまして、もう今本当にねもう本当まったりなんですけど、もうそうは言ってられないぞ、次は、奈良だと思ってたらですね、もう奈良ガズレレイン奈良ありがとうございます。満員御礼ソールドアウトになっていただきまして、もう関西の方本当にありがとうございます。来れなかった方また次回要チェックしておいてください。続きましてね、8月とかこう行きますよ。山梨の伊予、その次、山形とか、これ東北の方も結構攻めてきますんで、詳細はもうちょっとしたら、ホームページ随時公開しますから、ちょっと見ておいてください。よろしくお願いします。あと、本もいろいろ出してるんですけど、これが一番新しい本です。リットミュージックから出てる100曲入りの超簡単版ガズレレソングブック。今大ヒット中です。ぜひゲットしてください。あと、ブログなんかも書いてますんで、読んでください。はぁ、盛りだくさんでございます。楽しんで音楽やろう。今日は見てくれてありがとうございました。さよなら、バイバイ、またね。じゃあ。